お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやってるんですけど、今日はですねこちらロイジャイエリババやっていきたいと思います。というわけで前シーズンもですし、前々シーズンもかな、ずっとロイジャイがすごい強い環境だったんですけど、今めっちゃ減ってます。めっちゃ減ってて、唯一見られるのが なぜかこのエレキ、まあ、エレキが加工されたっていうのもあるんですけど、対空がハンターしかないこのね、まあ、陸超強い、逆に空弱いけど陸めっちゃ強いこのロイジャイエリババデッキがね今使われてるので、今日はこれでねやっていこうかなと思います。エレキが解雇され、あとはゴーストとかもいたんですけど、まあエリババで十分だろうというような感じです。まあロイジャイの後ろにエリババが来るって考えたら、まあ恐怖でしかないんですけど、まあ多分強そうですよね。考えるだけでまあ強そうなのは間違いないですね。さあこれ逆サイロイって一旦ババコが壊します。でああいうのは全部トリトンで回収します。流れてきたババはね。で今回わかんないけど、エリババはうまいこと使っていきたいですね。あれ、5打つか悩むな。いや、打つ必要ないですね。打たなくていいや。ハンターで守れそう。よいしょ。さあ。で、エリババをね、ロイの、まあ、逆サイドに出すのか、まあ、それとも同サイドに出すのかっていうところなんですけど、まあ、なんか様子見てね、うまいことやっていければいいかな。これ、ヒースベイちょっと回復させてあげたいですね。おいい、こんにちは。まあこれはねすごいむずいな、非常にむずいんですけど、落ち着いてね、落ち着いて守ります。まずヒーラーを処理して、えっ、めっちゃめっちゃめっちゃで、あとあれをライトで痛いですね。これさすがに処理してあげて、でカウンターでロイジェイをいけるといいんですけど、いきまーす、レディゴーン。これ1体しかいねえ俺の予定ではこれ2体いるんですけどね、本当だったら。タルババがあんのかな、トリトンが引っ張るタイミング。あれ、トリトン、お、いいや、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、多分なんだけど、まあまあいい。よしよしよし。いや、エリババも強い。いや、このね、カウンターロイが強いですよね。エリババで守って、カウンターで始まるロイつけるだけで、エリババロイじゃいの完成。地獄のね。よいしょ。さあ、てなわけで、今回相手、エリゴラですね。エリゴレはね、まあ、形組まれたら怖いですけど、今みたいな防衛ができれば結構勝てそうですね。また、ライドラとかに対して5、2周とかであったり、よいしょ。まあ、とりあえず、一旦、イモリッツね。あれ、剥がれますね。トリトンが先に引っ張ってくれればいいな。ちょっと、ウッドとかしちゃって、次来ても、オッケーオッケー。あれ、5で多分やりますね。これが大事っすね。5、2発。オーケー。で、なんなら、ベビは、まあいいか。キングギターもしてるんだよね、ここ。結構気楽に。守れそう。あ、ファイボ型ですね。タルババじゃなくて、ファイボ型。よいしょ。あって、コスト。あ、よしよしよし。いやー、いい防衛ですね。もうこんなの攻めちゃえばいいんじゃん。あと20秒なんで。ロイジャイ、相手、上げられましたね。来た。ロイジャイエリババ。これ、もっとできたらね、最高なんですけどね。いやー、いいですね。この、エリババがね、まあ相手が空だったら、結構ハードですね。まあでもハンターを高回転で回せってことですよね。ハンター、スケルトン、ヒースピー、ウッド、まあファイボだったり、まあトリトンでタゲ取ったりとかで、まあ無限にハンターを回せって感じだと思うんでね。1コス4枚と同じ理論ですね。ハンター出して、1コス4枚出してハンター。ハンター出して、まあ1コス2枚とウッドともう1枚出して、まあハンターというね、回転で頑張れよっていう。デッキだと思います。よろしく。まあその分陸には強いんでね、ペッカとか引いたら多分勝ち確ぐらいだと思うんですけど、お、初手始めプリンだ。これあれですね、KK っていうめっちゃ枯渇が上手い人がいるんですけどまあ多分なんですけど世界一枯渇が上手いんですけど、その人がね、初手始めプリンはしていいって言ってましたね。なんならした方がいいって言ってましたね。僕今までさすがに初手始めプリンは絶対もったいないタイプだったんですけど、なんかした方が強いらしいです皆さん。なんでぜひね、やってみてください。したことない方は。これちょっとあれだな、相手バレバレ枯渇でしたね。余裕でウッド打っちゃってたわ。まあまあまあ、これぐらいはね許しましょうと。バレバレかな、プリンセスは見てねえけど、フキアがいましたね。あ、プリンいましたね。プリンフキアの、まあバレバレボムタワーとかかな。まあエリババはそんな活躍しなさそうですけど、
しょ、これあれだな。ウッド打つサイクルになってますね。ちょっと、まあ、次は、5打ちます。5打とうかなと思ったけど、打たなくても良さそうだな。ハンターが多分、いい感じにしてくれそう。あ、なんならカウンターロー行きてえな、これ。これ行きたいっすよね。行きたいけどな。エリババでいいのかな？一旦エリババ？様子見でエリババで行きます。エリババ突っ込んでて、いや、ボムとか使ってほしかったですね。ボムとか使ってくれたら、その後のロイジェが刺さるみたいな。いや、めっちゃ綺麗な防衛するじゃん。あ、でも、ハンターが強いですね。さあさあさあ、まあ、という感じでね、スケバレのラックを抑えたいんですよね、個人的には、ハンターで。うん。結論しちゃいます。で、ボムがあると思うんで、2周目ロイジェを刺すイメージでね。ウッドで、処理、ハンターを回復しつつ、OK、OK。いや、いい流れですね。で、あのプリンはね、トリトンで引っ張りたいんですけど、ボムが来るかな。あ、インフェなんだ。今回相手インフェなんで、一旦もう一回結論します。で、なぜか左サイドにしちゃったのは、本当に、俺でもわかんない。俺でもわかんない。これちょっと許容しちゃいます。攻めをね、考えてね。じゃあ、エリババを走らせたいですね。どっちかに。まあ、セパとかでもいいかもですね。エリババを走らせて、で、僕は、この逆サイドもね、行っちゃうよ、という感じでね。で、ナイト、サイター、あれには5って良さそうだな。エリババ頑張れ。で、スケが来るか？スケ来たら、あ、ゴブリンバレルにはウッドでいいですね。で、この後スケが来ますね。スケ？ナイトか。全然当たんねえけど。いやー、強い。エリババは活躍したかは本当にわかんないんですけど、これはゴブリンバレル来るんで、ハンター構えるか、ネクストウッドなんで、これで回りましたね。オッケー。よしよしよし。あとはもうファイブ蹴んないですね。ちょっと待って。ファイブ削りしたいんですけど、ちょっと怖いですね。これ気持ち、許容しちゃって、よいしょ。いや、いい。あー、ファイブ打っちゃいますね。ちょっと、怖いんでね。あの攻めはさすがに怖いですよ。で、こっちサイドはまあ大丈夫で、バレル単体来たらハンターも。で、からのヒースピかな。よいしょ。あ、ハンターでずれたかも。おい。いやー、これもう行っちゃっていいんじゃない？行っちゃったらダメかな。まあ、攻め5打ってばいいですね。インフェが多分来る。これ攻め5打って。いや、めっちゃいいファイブ。ロイが一発、バチコーンでウッドでグッドゲームと。いや、いいファイブでしたね。最後の。なんかインフェとか、施設に5打つのって抵抗があるんですけど、まあ、タワーと巻き込めるか、まあ、なんか他のユニットとね、今みたいに打てる場合なら、全然いいかなと思います。はい。てなわけで、今のところ順調ですね。まあ、陸には強いんでね。陸にはね。まあ、施設系には結論して突破。まあ、あとロイの逆サイドにエリババも行きつつ、またロイも行けるんで。まあ、そう考えたら、攻めでは申し分ないですね。守れれば勝てるデッキじゃないかな。さあ、今回相手は、インドラと、ディガー、ラバかな。ラバっぽいですね、非常に。ハンター裂いちゃったからね、怖いっすね。わあ、これやばいの。これ5で回しちゃって、あ、オッケー。なんなら、あ、5だけで守れましたね、そういえば。まあいいや。結果オーライですね。ザップ打たれてましたし。これなんとなくトリトンつけるんですけど、アドめっちゃ取られてる気がするな。いや、いいや。嫌な雨。ザップ嫌な雨でしたね。ラバーインドの、バルーンインドザップやナムリガーなので、普通にラバルの、そうですね。いや、これはね、エリババ行きたいんですけど、ババとかで守られて、カウンター来るのが嫌なんで、一回、1コスドも捨てて、1コス様って呼ばないと失礼ですね。こいつら大活躍してるんで、この人たち。はい。で、インドラ追加とか来ると、やばいですけど、まあまあ来たんでやばいんですけど、まあなんか、気合で耐えましょうか。よいしょ。さあ、トリトン。この前、受けても一発なんでね。あ、これやばいな。これやばいっす。気合でハンターを左に回して、右サイド、気合で、右にハンターからの左にファイボーでしたね。そこのちょっと判断が良くなかったですね。
ただもう、これ、一本左さえ折れれば、なんならいけると思うんですよね。セリフォーとかで、圧かけていきますね。もう一旦ガンガン行こうぜっていう。で、ババガババババババーンって感じで、いやもうこの辺地獄。もうこれ地獄なんですよね。インドラがやばいっすよね。もう、インドラやばい。殴りたくなっちゃう。よいしょ。さあ。で、まあ、ディガーが多分来る。オーケー。エリファで拾って。拾ってるかなあれ。見えねえんだよな。あの、クラウンが。いやー、いるな。生きてるな。ハンター、地味に。地味に生きてるな、あいつ。よしよしよし。いや、めっちゃいい流れではある。いい流れではあるが、ババがいるので、僕は攻めファイブが必須ですね、ここ。いやー、ババボーイ来るかな。一応構えて。よしよし。これで多分1本折れる。これも折れなかったらどんまいですね。なんならババ咲いたから、これ、攻める説もあるな、正直な話。正直な話、攻める説もあるが、いや、一回耐えろって話かな、多分。耐えなきゃ始まらんすね、これは。いや、耐えて、耐えて。いや、耐える。お、耐えた。いや、いや、トリトン引っ張ってる。いや、これは、あ、耐えてない。いやー、悔しいな。いや、マジで、相手の逆サイド単体バルーンにやられたっすね。あれはね、ちょっとうまかったな。確かに。確かに逆ですね。防衛ファイブがラバーインド、まあ、ラバーパピーとかにやるんで、ハンターを右でしたね。ファイブ打ったのが間違いでしたね、というちょっと反省踏まえてね。これがラバだったら嬉しいけど、ラバじゃないっすね。さあ、まあ、ジャイとかスパーキーとか、まあ、そんな感じかな。やばい、くしゃみ出そう。さあ、プリプリ使ったから、これ、逆サイロイとかでおしゃれに攻めちゃいます。ふぅし。まあまあまあ。で、これ、ちょっと、プリンス痛いんでね。最強、トリトン。トリトンいれば、マジで陸系何でも守れますよ。本当に、冗談抜きで。で、これ、ヒースピで回復させて、時間稼ぎしたい。あー、めっちゃいいですね。さあ、というわけで、ジャイ、ピーピー、メガゴ、ディガーだと思いますね。はい、行きました。まあ、これ、エリババ隊長、エリババ隊長、マジでやってくれますよ、こんなん。だって、ジャイを溶かすためだけに生まれてるまであるでしょ、こいつ。失礼なな、呼び方してますけど。プリンスちょっと嫌っすね。これ、5ウッドしてえな。まあ、ウッド5でもいいのかな。あ、エリババでいいっすね、これ。ファイボじゃなくて、エリババで守ると、これカウンターになるんですよ。で、まあ、メガゴが降ってくるんで、あ、プリンスから来たか。普通に嫌ですね。まあ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 、まあ相手のダメージを完封するのはむずいけど、まあ相手も僕のダメージを完封するのはむずい。え、エリババ強っ。プリンスが相手陣地で解けることなんかそうないっすよ。うん。これあれっすね、相手。プリンスがいないと火力が出ないんで、ちょっと攻めちゃって。よいしょ。あー、これ無視か。あー、これ捨てて、まあ、エレキとかで踏んで、端前ジャイとかそんな感じのやつですね。まあ、結構めんどくさいですね、これまた。耐えます。もう頑張って耐えます。あれ5ウッドでいいですね。いや、ウッド5か。ウッド5を、よいしょ。で、ヒースピで。ああ、まあまあまあ、それはいい。トリトンが多分、頑張れそうですね。あ、スケがめっちゃいい。え、たまたま、このスケマジでたまたまなんですけど、めっちゃ良くなかったっすか、今。ダクプリがタゲ取ってから。これ、ハンター、お前優秀でしょ？あー、いけるぞ。これは来たっすね。僕のロイジャイ、エリババターンですね。さあ、ダクプリの範囲で行かれるのも嫌なので、セパしたんですけど、まあ、僕は攻める必要がないことに気づきましたね、今。今更。あ、これやばい。引っ張った。剥がされる。まあ、ウッドと、5打っちゃおうかな。なんか、防衛するのめんどくさくなったんですね。よいしょ。まあ、トリトン最強でね。まあ、スケとか見るんで、さすがにこれは、神相性ですね、と。まあ、いう感じでね、この、ロイ・ユリバは。多分強いですよ、というか、まあ、使われたら嫌だなって思うんで、ということは強いですよね、という感じでね、ぜひね、この、えぐい、力パワーデッキね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。